どうも、北山水泳です。今日はですね、背の高い日本人トップスイマートップ10、こちらをやっていきます。なお、対象選手は基本オリンピック代表の経験がある選手。そして選出方法は男女混合で、平均身長からどれぐらい大きいか、こちらを対象にランキングしております。男子が 170.7cm が平均身長、女子が 157.9 が平均なので、四捨五入して男子 171cm、女子が 158cm、これで計算していきます。まずは第10位。第10位は、寺川綾選手でございます。この選手が174センチ。で、平均身長からはプラス16センチですね。この選手はもう最強の選手ですね。まあ、歴代で日本人で背泳ぎ女子で最も速かった選手がこの寺川選手ですね。まあ、オリンピックでメダルを取ってる女子の背泳ぎっていうのも、まあ、なかなかいませんし、かつ、まあ、日本記録、持ってる日本記録はまだ、はい、破られておりません。長水路50、100、淡水の50が残っております。はい、次が第10位、同率ですね。大橋悠依選手でございます。この選手が174センチ、そして、プラス16センチですね。はい、この選手ももうみんな知ってますよね。東京オリンピックでは2冠を果たしております。個人メドレー女子最強の選手でございますね。もちろん日本記録も持ってますし、今東京オリンピックのね、2冠が未だに記憶に新しいですね。最強の選手でございます。第8位が坂井夏実選手でございます。はい、この選手がですね、175センチ、さっきの選手よりも1センチ増えました。平均身長からはプラス17センチでございますね。この選手は未だに現役でございます。坂井選手ですね。この選手はね、すごいのが、高校記録を持ってるんですけども、50、100、200の高校記録、まあ、3種目、長水路全部が、未だに破られてないっていうね。はい。背泳ぎの選手でございます。第8位、同率ですね。塩浦慎理選手でございます。この選手は男子です。188センチ。大きいですね。平均身長からはプラス17センチでございます。塩浦選手もね、皆さん知ってますよね。はい。50、100の自由形で日本のトップをもうずーっと今泳いでますよね。はい。ずっと日本のトップに君臨し続けてる選手でございます。最近は小野乃々佳さんと結婚して、はい。それが非常に有名ですよね。この選手も188センチと非常に大きいです。小関選手でございます。はい。この選手ももう平泳ぎのベテランスイマーですよね。この選手も、はい。日本代表経験が何度もありますし、かつ、50、100、長水路で、淡水の50メートル。こちらに関しては、はい。日本記録を保持しております。ISL でもね、非常に活躍したのが有名ですよね。はい。最近はね、200じゃなくて50、100の方に力を入れてる様子がありますね。非常に速い選手です。この選手もね、意外と188センチもあったっていうね、塩浦選手と同じ身長っていうのがね、結構意外ですね。塩浦選手がめちゃくちゃ大きい印象があったんですが、実は小関選手と塩浦さんが身長が同じという意外な結果でございました。はい。次も同率でございますね。同率、金藤選手でございます。この選手が175センチ。そして平均身長からはプラス17センチでございますね。はい。この選手も皆さん知ってると思います。っていうのも、まあ、オリンピックで平泳ぎで金を取ってますからね。そら有名ですよ。オリンピックでも金取ってる選手ってのは非常にすごいですからね。で、やっぱりね、その日本記録っていうのが未だに残ってますしね。長水も淡水も200メートル平泳ぎの方はまだ日本記録が破られておりません。こちらの記録がね、2016年かなの記録が残ってるんで、もう5年はずっと破られてないんですよね。そう考えると非常にすごい記録がずっと残ってますよね。一応ね、アジア記録でもあるんですよ。200メートル平泳ぎ長水の方は。なので、金藤選手がいかに速かった選手かっていうのがわかりますね。175センチもあったんですね。結構意外ですね。第4位。第4位は、山田幸子選手でございます。この選手は知ってるでしょうか、皆さん。はい。結構ね、もう引退されてるんですけども、176センチもあります。176センチで、平均身長からプラス18センチでございますね。はい。この選手はもうめちゃくちゃ速いです。非常に。
もうね、中学記録から学童記録から高校記録から日本記録から全部出したことがあるという、昔からずっと速い選手でございますね。学童記録、中学記録、高校記録、日本記録、全部出してますね。はい。400と800と1500で主に記録を出し続けてる選手でございます。でね、数々の記録が残ってるんですけども、800の自由形、2004年の8振りの記録が、まだ長水路で残ってるっていうね、すごいですよね。2004年ですよ。2004年の記録が未だに残ってるっていうね、はい、伝説の選手でございます。この選手も非常に大きかったですね。176なんで、僕より1センチ大きいです。はい、次も柴田愛選手、同率でございます。柴田愛選手、この選手を皆さん知ってますよね。オリンピックのメダリスト、金メダリストでございます。176センチで、さっきと同じですね、平均身長からプラス18センチでございます。柴田愛選手もね、オリンピックで金取ったっていうのが非常に印象に残ってますよね。しかも8振りっていうね、もうね、日本人がクロールで取るってなかなかないんですよ。はい。なのに、はい、柴田選手はオリンピックで金を取ったっていう。この選手も確かにね、柴田選手も大きい印象ありますね。第2位、第2位は、上田遥香選手でございます。この選手が177センチ、平均身長からはプラス19センチでございますね。でかいですね。はい。で、この選手も、はい、オリンピックに出たことがあります。この選手はリレーですね。リレー、メドレーリレーで銅メダリストでございます。この選手もね、昔相当、はい、引退されてるんですけども、活躍されてまして、はい、日本記録、元日本記録保持者でございます。1振りと2振りの元日本記録保持者でございますね。はい。第1位、第1位が、渡辺一平選手でございます。はい。この選手は超でかいですね。193センチ、平均身長からはプラス22センチでございます。はい。渡辺選手はもう本当に大きいですね。大きいです。その身長と、まあ、腕の長さを活かして、もうめちゃくちゃでかいプルで、ギャーンって進むっていう、そういうような印象を持っております。渡辺選手はね、元世界記録保持者ですから、はい。非常に速い選手でございますね。まだ現役でやっております。はい。以上が、身長の大きいトップ選手でございました。結構ね、ランキング見てみると、女子の方が平均身長よりも大きいっていう選手が多いんですね。男子はね、実はそこまで、まあ、180センチ超えは結構いるんですけども、平均身長から見ると、女子の方が結構多いんですね、背の高い選手が。ただね、水泳は確かに背の高い方が有利です。有利なんですが、日本代表、オリンピックの日本代表を見てみると、そんなみんなめちゃくちゃ大きくないんですよ。実は170センチ台もザラにいますし、175とか、まあさすがに平均身長よりも小さいよっていう人は、そんなに多くはないんですけども、まあいます。それぐらい、まあ身長小さくても、まあ頑張ろうと思えばオリンピック代表になれますので、皆さん、はい、身長は気にせず頑張ってください。今回は以上です。よいしょ。